どうも、達也です。今日はね、寝る前にしておいてほしいもの一つご紹介します。それはルーティーンです。寝る前の行動をルーティーンワーク化しておくってことを一つね、強くやってほしいなと思っています。これはなんでやってほしいかっていうと、人間って例えばお風呂入ってちょっとストレッチして寝るみたいな風に決めておくと、お風呂入ってストレッチしたら、あ、体がもうそろそろ寝る時間なんだなっていうことを理解してくれるんだよね。そうするとストレッチやってる間にどん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 眠くなってきて、でスッと寝られるようになるということですね。そう。で、このルーティンワークなんだけども、これおすすめのものっていうのがありまして、人間って体温が上がってから下がって、この下がった時に寝られるんですね、スッと。なのでまずはお風呂に入ってほしい、湯船にしっかり使ってほしい。で、2つ目ですね体温を下げる間にストレッチをするので、軽めのストレッチにしてほしいです。はい。で、3つ目。室温を下げておいてほしいです。なるべく下げておいてほしいです。はい。これが、室温が暑すぎると、特に夏だと、暑すぎると、なかなかね、睡眠に入りにくい。体温が下がりにくいので、なかなか寝られないので、あらかじめ、クーラーなどを入れて室温を下げておいてほしいです。はい。で、寝る前のルーティンワークって人それぞれだと思うんですね。僕の場合は、お風呂入って、上がってきて、ストレッチをして、ね、瞑想をして、で軽く本など読んで、まあ、本を読むか読まないかはね、その、なんだろう、眠気次第ではあるんだけども、ここはイフゼンルールっていうものを使ってるんだけど、でその後に寝ると、この動きが主ですね。なのでもうその瞑想してるあたりでもだんだん 眠くなってくる。で、このルーティンワークですごく寝やすくなる。で、最後のその瞑想をボディスキャンに変えたりでもいいし、そう、自分がやりたいこと、自分の、リラックスできることっていうのをね、そのルーティンワークの中に組み込んでほしいです。で、これらを、66日か約2ヶ月ちょっとぐらいやってほしいです。今ちょっと物が落ちましたね。はい。やってほしいです。そうすると習慣ができるので。人間って大体それぐらいの期間、2週間ちょっと、2週間で2ヶ月ちょっとぐらいで習慣ができるので、そこまでしっかりとやってみてほしいです。はい。で、ここに軽くまとめたんですけども、ポンとね、寝る前ルーティーンっていうことで、寝る前ルーティーンなんですけども、まあ、おすすめは、瞑想、ストレッチ、日記、ボディスキャンですね。さっき言い忘れてましたね。僕、ボディスキャンもするし、日記、ジャーナリングですね、もします。はい。この日記でおすすめなのが、今日やったことで良かったことを3つぐらい書くとか、そういう風に頭の中のことを紙に書くので、すごく寝やすくなるんですね。頭の中が整理できて、そう、ずっと考えている頭の中の状態で、睡眠ってなかなか入りにくいので、そう。で、日記、まあ、かっこじゃないんで、ストレッチ、ここでストレッチ、どこが伸びてるのかなっていう風に意識することで、マインドフルネス効果もしっかりと、ね、取り入れられます。これめちゃくちゃおすすめなんで、これ相性めちゃくちゃいいんですよ、ストレッチと、マインドフルネスって。これなんでかっていうと、伸びてるなっていう感覚があると、すごく、ね、人間ってリラックスできるし、実際にそこの部分を力緩めるので伸びるんですよね。そう、無理なく伸びるので、で体の柔軟性も上がるので、そのままマインドフルネスとストレッチをくっつけてやってますね。これすごくおすすめなので、ぜひやってみてください。で、これもまた別の動画を出しますので、はい。で、このボディスキャンやってる時に結構ね、慣れが必要なんだけど、ボディスキャンって、これもボディスキャンのやり方っていうのは下の概要欄のところに動画貼っておきますね。やってみてください、はい。で、これを4対7対8の呼吸でやります。4秒吸って7秒息止めて8秒息かけて吐くみたいな。こうするとより寝やすくなります。これはもちろんなくてもいいです。この緑の部分っていうのは初めから取り入れる必要はありません。徐々にやってみてください。そうで、この中全部やるのかっていうと、そういうわけでもなくて、まずは自分の好きなもの一つ取り入れて、どれか一つでいいです。取り入れてやってみる。もちろん別の自分がやりやすいものっていうのを取り入れてやっても全然問題ないので、何か一つこれをやった後に寝るっていう習慣をつけておくと、それをやってる最中に、あ、脳が、あ、そろそろこいつ寝るんだなっていうところを理解してくれて、スッと寝られるので、やってみてくださいね。はい、まとめると、寝る前のルーティン、ね、寝る前のルーティンを自分のルーティンを作っておきましょう。で、おすすめは、瞑想、ストレッチ、日記、ボディスキャン。で、これがさらにできるようになったら、こういう右側のマインド、これを加えていくと。で、これらを習慣化するのに約2ヶ月でかかりますよ。で、
これらを含める前にお風呂に入ってほしい。お風呂に入って、で、室温を下げておく。で、これをやって寝るっていうことですね。はい。どうでしたか？これなんでいいかって、疲れの取れ具合がまず違うっていうのもあるし、まあ、その前に瞑想とかするわけだから、ストレスも自分でコントロールできるし、そう、そうやって自分の一日の疲れっていうのは次の日に持っていかないように、なるべく持っていかないように、その日のうちに消化できるものはどんどん潰していくっていう考えでやってみてくださいね。はい。それでは、まあ、こんな感じで今日は終わりですね。はい。では、これちょっとでもいいねと思ったら、チャンネル登録お願いしますね。それでは、またお会いしましょう。バイ。